でも我々が今歩いてるのって多分力入れて歩くってことはしてないと思うんですよね。よし歩くぞって言って、よっしゃーよっしゃーってやんないじゃないですか。はい、こんにちは、ヒデノリミュージックスクール校長ヒデノリです。どうです、制覇で抑えるコードの場合、制覇の部分で鳴ってない音がある場合は単純に挟み込む筋肉が足りないと思ってていいでしょうか。強く抑えるとなるのですが、とてもしんどいです。このまま楽に抑えられるまで強く抑えるを練習してて問題ないでしょうか。はい、それで問題ないです。僕もね、 F が抑えられなくてね、ギター始めた頃、あんな若い時に始めたのに F を抑えるのなんか何ヶ月かかかったような記憶がある。絶対1ヶ月以上はかかってる。アコギだったっていうのもあるけどね、こんなコード鳴るかボケっていうね、アコギの1フレット制覇しろって初心者でめちゃくちゃしんどくない？どんだけパワーいるねんと思わない？だからあれ F はあそこで教えるのってどうなんとかって僕は思うんですけど、強く抑えると鳴りますよね。当たり前ですよね。単純にフレットに弦を押さえつければいいわけですから、しっかり押さえつけると音が鳴るわけですからね。強く押さえると鳴るじゃないですか。マジでそれでいいです。強くずっと押さえてやってたらやっぱり人間って鍛えられるんですよね、その力が。実は我々赤ちゃんの時からね、ハイハイしてて立ち上がって歩くなんて時っていうのはね、だいぶ足の力が必要だったと思うんですよ。実は必要らしいんですよね。ハイハイでこうやってたのがいきなり仁王立ちみたいな。仁王立ちはせんかもしれないけど、だいぶ力いるらしいんですよね。ましてやもう歩くなんて、お前は正気かみたいなね。でも我々が今歩いてるのって多分力入れて歩くってことはしてないと思うんですよね。よし歩くぞって言って、よっしゃーよっしゃーってやんないじゃないですか。スタ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 ってやるじゃないですか。そんな感じです。強く押さえて鳴るようになって力がついてきた時に自分で力入れてるなんて思わなくなるんで、そこまでがしんどいですよね。やっぱりどうしても筋トレ的なというか訓練にはなるので、そのまま強く抑える練習をしてても間違いないです。大丈夫です。ただ心配なので、もし変な癖がつきそうだっていうなら僕に店に来てください。僕に店に来るっていうのは、ハーベキマスターパッケージかコンポンマスターパッケージを買って単発レッスンに来るってことです。オンラインでもオフラインでもどっちでも大丈夫です。よろしくお願いします。全ての道は根本に通ずる、そういうことです。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い。これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間、あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。